き爪と丈夫な顎だけでも厄介なのに。サンフランシスコの慣れの果てか。崩れ落ちた塔で埋め尽くされている。そしてここに邸でもあるはず。アルバとクエンたちの手を借りられればいいけど。またトールネックだ。
ロプスのドローンが一帯を監視してる。データをもらおう。ドローンを下ろしてデータを手に入れないと飛び乗れるかもな。フィールドウィングで行けそうだ。
るのが滅びの地か。生ける始祖様だ。嘘ではなかったのか。ここが滅びの地か。アルバはどこだ。監察官の防廃にお連れするようことづかっております。さあこちらへ行け。今行くと伝えろ。あの方だ。預言者の言った通り。防廃様、見知らぬ者がやってきたようです。やはりアルバの言っていた通り、ソベックに瓜二つですな。アルバはいるのか。話がしたい。あなたの正体がはっきりするまでその申し出は受けられません。アルバの言う通り、生ける始祖なのか、はたまた始祖を偽った脅威か。脅威じゃない。遺跡では、お前の兵が警告もせずに私を撃ってきたんだ。嘘をつくな、異端者め。証人は全てお前が殺したのだろう。私は自分の身を守っただけだ。こちらにあらせられるシーロ様。ほう、大いなる謎がお越しくださったか。それで防廃、お前の予言は何者だ。実に謎めいております。姿形はソベックでも、我らのしきたりを知らぬとは。生ける始祖が我らの選ばれし帝国から海で隔たれたこの愚劣な大地で生まれたなど信じられません。一体何のために。答えられるのは彼女のみ。注意なされよ。
偽りは微塵も許されませんぞ。答えなさい。あなたの目的は一体何です？テーベと呼ばれる場所を探している。そこに一体何があるのだ？アルバからお前の狙いも聞いているが、私も同じものを探しているんだ。世界を癒す方法を。やはり予想通りか。暴輩。偉大なるテーベ、あのテッドファロの秘密が眠る地は見つけました。目の前にあるが、その扉は閉じられたまま。機械の襲撃でテーベに近づけず、今は預言者アルバが発掘隊と共に待機しております。無事なのか？石膏によると機械の攻撃で身動きは取れぬが、なんとか持ちこたえているとのことです。機械か。手を貸せるかも。お強いお方だとアルバから聞いております。先にいくつか聞きたいことがある。できる限り答えて死んぜよ。この船で海を渡ってきたのか？苦労しただろう。異形に苦労はつきものだ。いかにも船団の建造に7年もかかったのです。この遠征は今世代を代表する大きな異形となりましょう。そう、民の運命を握る知識の探求が大海原の先に待ち受けているのです。シーオ様のご意志なくして実現は不可能でした。航海は困難を極めたが、この土地はさらに過酷だ。船員や兵たちには辛い思いをさせてしまった。申し訳ない。だがそれも全てクエンの栄光のため。そりゃ結構